2020年2月23日、J2 リーグ開幕戦。小川大輝の名前がスターティングメンバーに刻まれていた。意外よ。開幕初スタメンです。7年目だ。7年目にして始まります。オッケーオッケー。もう一回入ったんですよ。はい。すごくいい緊張感を持ってます。今月のジュビロ TV ストーリーは、今季選手会長を務めた小川大輝の言葉とともに、2020年のジュビロの戦いを振り返る。小川の勇敢なプレーもあり、開幕戦に勝利したジュビロ。だが、新型コロナウイルスの感染拡大により、リーグ戦の日程は大幅に変更。選手たちは前例のない過酷なシーズンを戦うこととなった。プレシーズンから積み上げてきたコンディションを維持するため、感染状況を睨みながらトレーニングを行っていた選手たち。トレーニングマッチをこなしながら、リーグ戦再開を待ち続けた。コンディションを上げては延期、コンディションを上げては延期っていうのを何度も繰り返して、そこは正直結構きつかったですね。結構1ヶ月単位でしっかり上げてはまた1ヶ月できない。そうなるとやっぱりどうしても1週間休んだり、そうなってくると怪我のリスクも高くなってきますし、最善の注意をしてまずは怪我をしないことで、いつ開幕するかわからないんですけど、そのリーグ戦に向けていい準備をしていこうっていう意味では、本当に難しいシーズンだったと思います。個人としては、本当に家族と過ごす時間が増えたので、子供が家にパパがいてくれるってことだけですごい喜んでくれたので、僕はサッカーがもちろんしたかったですけど、そういった意味ではある意味充実している部分もありました。あとはそうですね、オフザピッチとなると、選手会での活動をいろいろ行えたのも良かったのかなと思います。コロナに限らず、昨シーズンぐらいから選手会でもっと活発に動いていこうという話をしてたので、それがね、やりやすいタイミングだったというか、より動きやすいタイミングだったのもあるので、そこで、いろんな形、コロナで苦しんでいる方々の支援だったりとか、サポーターやスポンサーさんへの今できること、何ができることないかということでいろいろ動き出せたのは、本当に良かったのかなと思います。5月29日、感染予防や外出自粛の努力により、リーグ戦の再開が発表された。再開初戦に照準を合わせ、コンディションを高めていった選手たち。だが、サポーターの姿がない中で開催されたリーグ戦には、拭いきれない違和感があった。そうですね、率直に違和感しかなかったです。その前、ちょうど再開幕する前に、それこそジュビロのリモート応援システムも、ここヤマハスタジアムで経験していたので、そのリモート応援もより普段お客さんがスタジアムに入っている状況にとても似ているぐらい音も、応援もすごい聞こえていたので、その感覚でやっぱりどうしても京都に乗り込んだ部分もあって、無音の中で試合をするっていうのは本当に違和感があって、公式戦なはずなのにどこか練習試合のような雰囲気もあったりして、味方の指示、敵の指示、監督の指示、ベンチからの指示であったりとか、そういったものが全て聞こえるような状況なので、声が通りすぎるというのもまたやりづらいんだなというふうに思いました。7月11日の山口戦から有観客での試合開催が解禁された。この試合でジュビロはリーグ戦再開後初の勝ち点3を獲得。無観客での試合を経験したことで、サポーターの存在の大きさを改めて感じたと小川は語る。
少しでもお客さんが入って見てもらえるだけでも雰囲気はガラッと変わりましたし、もちろん声を出せないとかいろんな状況はありましたけど、こういてくれるだけで、見ていてくれるだけで熱量であったりとか、そういったものは伝わってきましたし、まあ、本当に普段多くの人に、支えられて応援してもらってプレーしていたんだなっていうのを、中断秋から毎試合実感していました。7月19日、小川にとって嬉しい出来事があった。それは、左膝前十字靭帯損傷という大怪我を乗り越えた中野誠也の復帰後初ゴールだった。中野と同じ大怪我を経験したことのある小川にとって、それは自分のこと以上に嬉しいゴールだったという。自分の思ったように、体も、まあ、特に膝は動かないので、そこに対する葛藤をずっと、誠也は持ちながら、でもこう焦ることはないんだよっていうことは僕はもう日々伝えてましたし、まあ、復帰が近くなるとよりこう自分がピッチでプレーしている、イメージが誠也も少しずつ湧いてくると、どうしても早く復帰したい、っていう気持ちが出て、まあ、焦りにもつながって、なかなかこう膝の状態も上がってこないっていうことがあったので、そこはもうとにかく焦るなと、安倍さんのリハビリはすごくきついけど地道にやってれば治るんだよっていうのは日々伝えてました。いや、もう言葉よりもとりあえずもうね、その点取った後とにかくもうボコボコにしましたね、嬉しくて。だがそこから波に乗ることができない。選手たちを待ち受けていたのは、誰も経験したことのない過酷な連戦だった。中2日、中3日で休むことなく訪れるリーグ戦。体はもちろん、頭を休める余裕もなかったと小川は言う。まあ、なかなかこうサッカーから離れられるような時間もなかなかないですし、常にサッカーのことを考えて一戦終わってもまたすぐ来るっていうのは、やっぱりなかなかパワーを使いましたね。もちろん僕たちプレイヤーは中でプレーしてるだけなので、まあ、ピッチ上で表現すればいいですけど、それをサポートする現場のスタッフ、試合が終わったらまた振り返りをして、中2日しかなくて、またその前の試合の映像を振り返ってる最中にまた次の試合のスカウティングもして、でまたマネージャーはユニフォームを時間がないだから洗濯して、夜中までやって朝までやってっていうのを続けてたのを見てたので、まあ、僕たちも大変でしたけど、その試合を行う上でサポートしてもらって、サポートしてくれた、まあ、スタッフの方がよりきつかったと思います。限界ギリギリのコンディションの中、勝利を目指して必死に戦っていた選手たち。そんな時、たくさんのサポーターがチームを支えてくれた。7月に開始したクラウドファンディングでは、目標としていた2000万円という金額が初日に集まり、最終的には5151万円もの寄付金がクラブに届けられた。いや、もう本当に感謝の気持ちしかないですね。まあ、なかなか試合に見に来れない方も多かったと思いますし、まあ、いざこうスタジアムで観戦できるようになったとはいえ、全然人も入れなかったので、まあ、そういった状況の中でも、サポーター、スポンサーの方々の気持ちっていうのがすごく伝わりました。そしてそれ、まあ、クラウドファンディングのおかげで僕たちも、チャーター機を使用させてもらったりとか、本当にこの過密日程の中、チャーター機を使えたことはかなり軽減になりましたし、もちろんそこでもっと結果で返していかなきゃいけなかったんですけど、本当に、助かったなと、サポーターの方々の気持ちを嬉しく思ってます。支えてくださったサポーターに恩返しをするため、選手たちは必死に戦い続けた。
思い通りに白星を積み上げることはできなかったが、それでもどうすれば勝てるのかを考え話し合いを重ねた。まあ、もちろん監督が求めるものを僕たちはピッチ上でまずは表現しますけど、じゃあそれだけで勝てるのかっていう部分はもちろんあって、まあ、そこの、まあ、監督はあくまでもこの骨組みの部分を僕たちにはこうした方がいいっていうのをいろいろ戦術として落とし込んでいるわけで、そこを選手間でもう少しイメージの共有であったりとかっていうことを話しながら、練習から試合から話して、まあ、自分たちで肉付けしていく部分があったので、まあ、ただ本当に最後のところの質というのがまだまだで、まあ、そこの部分は本当に紙一重だとは思うんですけど、まあ、でもその紙一重の差が本当に大きな差で、序盤に勝ち点を落としてしまったのは、まあ、今シーズンとして非常に大きかったかな、うん、まあ、よくね、ダメージとして大きかったかなと思います。それでもチームのために走り続けてきた小川に新たな勲章が加わった。第17節の新潟戦で J リーグ通算100試合出場を達成。続くホームの水戸戦で大勢のサポーターから万雷の拍手を浴びた。いや本当にまずは、まあ、素直に嬉しかったですね。まあ、僕は大怪我をたくさんしているので、それこそ阿部さんにもすごくお世話になってますし、チームのメディカルチームにもすごくお世話になっているので、そんな僕が100試合達成できたっていうのは、まあ、いろんな人への恩返しにもなるのかなと思いました。でも本当に自分にとっていいなと思うものは全て取り入れてきましたし、まあ、それを取り入れていく中で、あ、自分には合ってないなっていうものもたくさんありました。そういったものをこう、もちろんやっていかないと、取り入れていかないとわからない部分が多いので、とにかく全て取り入れて、まあ、自分のものに入ってくるものは取り入れて、ダメなものはこう切り捨てて、で自分に合うもので、自分のコンディションを高めるものであったりとか、まあ、ストレッチだったりルーティンだったりっていうのをある程度確立できたのが、ここまで怪我なくやってこれた、昨シーズンから、コンスタントに試合に出続けられた要因でもあると思います。一番の要因としては、まあ、家族の支えが大きかったかなと思います。200試合期待ですね。まだ200試合って言ってももっと出てる選手いるんで、全然そこに満足することなく、まあ、もちろんそこを、ね、最多数字をいっぱい出ることがいいことでもないですし、まずはチームの勝利に貢献できるように一試合一試合やっていければいいかなと思います。